おばんでやん。というわけで本日はこちら西新宿駅から徒歩5分ぐらい、ラーメン風来居さんにやってまいりました。いやー、なんでもこちらのお店、あの言わずと知れた名店三等家さんの流れを汲む塩ラーメンのお店として有名なんですけれども、ラーメンもさることながら、なんと来店されたお客さんの半数以上が注文すると言われる卵かけご飯が有名なお店なんですね。果たしてどんなラーメンおよび卵かけご飯いただけるんでしょうか。楽しみですね。それで今日もありきってガガガガさあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いや、こちらの風来居さん、新宿西口エリアの中でも歌舞伎町と東京都庁の間のちょっとだけ隠れたスポットにお店を構えてらっしゃるみたいな感じでして、でそのね、隠れたスポットの中にも飲食店が結構立ち並んでたりして、大都会もありながら下町的雰囲気を感じる、そういった場所でしたね。そして店内はこんな感じでございまして、お仕事終わりのサラリーマンの方などで大いに盛り上がっておりました。それでは現場の竹中さん、はいはい、こちら現場のあらが竹中だ。はい、というわけでこちらがホエー豚のとろ肉塩ラーメン大盛りに味付け卵。そしてこちらが卵かけご飯。こちら見た目もシンプルな潔さを感じますね。まずはこちらスープを飲みますとですね、しょっぱさっていうよりかはね、出汁の香ばしさを感じる、そういったスープでございましたね。そしてこちらちょっと縮れたタイプの細麺をすすりますと、こちら歯ごたえが抜群でして、その縮れた部分に出汁の効いたスープが絡んでとっても美味しかったです。そしてきましたこちらホエー豚なんですけれど、これがまたね、普通のチャーシューとは違ってね、ホエー豚っていうことで、ホエすいません、空振りしてしまいました。いや、なんでそれ。さあ、そんなしょうもないボケは置いといていただきますと、これビビりましたね。普通のチャーシューと違って豚の味が濃いと言いますか、おいしい、出たー、出ました、そういうことなんですよ。もうね、肉声でお医者数言わざるを得ないといった感じでね、脂の部分はトロトロだし、肉の味は濃いし、とっても美味しかったですね。感動しました。そしてこちらの卵かけご飯なんですけれども、刻みチャーシューが入ってたりだとかね、鰹節、そしてね、こうだし醤油なんかがね、うまく混ざり合って、これまた麺と一緒に食べることによってね、また違った表情なんかが見えてくるといった、そういった感じでしたね。はい、そしてこちらも綺麗に盛り付けて一杯のラーメンとしていただこうかなと。はい、カスタムタイムでございます。いかがでしょうか。こんな感じでね、どんぶりの上でね、あれ君同じ学校だったのなんつってね、プチ同窓会がね繰り広げられておりましたけれどもね、お互いのね、素材の味を生かして、とってもいいカスタムだったと思いますね。そしてこちら来ました、味玉ですよ。こんな感じでね、中はちょっとだけ固めの、半熟卵といった感じなんですけれども、このね、味玉食べつつ卵かけご飯なんつって、ちょっとシュールな感じもしつつ、最後スープで締めて、はい、というわけでこちら完食です。
はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやーマジでうまかったですね。塩ラーメンってあっさりしててちょっとね物足りないかなっていう懸念もあったんですけれども、全然そんなことなくって、だしとはまた違うなんかコクとか油の濃さかな、とってもね奥行きがあるそういった味わいでしたね。そして、まあ、卵かけご飯も、甘辛めのねタレがかけてあってとっても美味しかったんですが、あのホエー豚のトロ肉ですよね、あのチャーシューが絶品でしたね。とっても美味しかったです。というわけで皆様も近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなど添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中、チャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので合わせて見てみてください。以上、こちらラーメン風来居さんよりお送りいたしました。ごちそうさまでした。バイ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